どうですか？大丈夫ですか？暑い。暑いですね。マスクがまた暑いな。でもさ、あんなボールをさ、女の子が小さい手じゃない。よく投げてるよな。ノックどうですか？うまいですか？ノックうまいよ。だってこんなキビキビやんないよ。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、もうベテランになりました。はい、あ、もちろんもちろん、まあ、腕回します。できればね、できれば。はい、はい、はい、ねえ、ちょっと遅れましたね。まあでもすごく先ほどから見てましたけど、レベルが高いですね。もうすごい、グラブトスとか、やっぱプロ野球選手に教えてやりたいぐらいです。いや本当に本当に、はい、はい、あ、そうですね、はい、はい、回してます。はい、はい、はい、2チャンネルあるんで、はい、見てください。はい、今日のピッチング次第はどういうふうになるんですかね、編集も。まあまあそうですね。まあまあ、だけどこんなにお客さんが いらっしゃるとは思わなかったし、まあでもね、ソフトボールはあの日本の誇れる、世界に誇れる競技の一つですからね。では、はい、頑張ります。ありがとうございました。いただきます。もう出るんですか？はい、お願いします。お願いします。さあ、スーパーカートリーの一人、高木豊。お願いします。バイバーイ。ありがとうございました。では、Thank you。ありがとう。させていただきます。はい。はい。さあ、今のピッチングを受けて、さあ、この後どんな戦いになるのかも楽しみです。ぜひ皆さん、今日のピッチング、ではお疲れ様でした。お疲れ様。これちょっと一応取っといて。ソーシャルディスタンス。は
はい、だからちょっとマスクして喋るけど、はい、どうでした今日のピッチング。今日のピッチング、まあ去年より良かったな。ちょっと腕も回ってたろ。回ってましたよ。回ってたろ。ストライクちゃんと言ってたよね。まあボールやったな。低めにちょっと誘ったようなボールになってしまったけど、でもキャッチャーが外国人の選手だったから、俺外国人のキャッチャーに投げるの生まれて初めてやろ。だからちょっと緊張したわ。緊張した。お客さんもたくさん入ってたんでね。まあ結構な、ね、スタンドも盛り上がってましたね。盛り上がってたね。まあ開幕戦やしな、ね、今日な。でもそれに一役変えて良かったわ。ソフトボールもね、このままオリンピックに向かって盛り上がってます。いや本当本当、あのソフトボールはあの日本の誇れる競技の一つやからね。で期待もできる。だからちょっとあの応援したいよね、これからも。これからも高木豊ちゃんの応援していきます。いや本当本当ね、期待してください。みんなも見てる人たちも応援してくれたらありがたいです。2012年さ、俺コーチやってるじゃない、ヘッドコーチ。監督しかないやん。ああ懐かしいね。やっぱヘッドコーチって格低いね本当に。やっぱ監督だよね。でサインはないしさ、サインもない。だって遠藤さんと屋敷のはあるんだよ。あるけど何にもないよ。これ横浜 DeNA ベイスターズ、これファームだね。ファーム、ファーム。山下大輔さん、うん、山下大輔さんが一番真ん中にあるから。ファームな、なんかないのも寂しいな。カードはないし、ないな。はい、お願いします。まず最初一つ目の質問の方させていただきます。はい、本日は始球式の方お疲れ様でした。はい、どうも。始球式の出来栄えの方は、出来栄え、はい、まあ、昨年より良かったということで、はい、まあ、70点から75点かなという。あとはスピードとコントロールをつけないとね、もっと。はい、はい、ありがとうございます。前回はそのファイナルのタイミングの、はい、今回は開幕の方でした、はいはい、雰囲気、スタジアム雰囲気も含めて、はい、含めて、まあ、今シーズン の、 あの楽しみも含めてどうでしたか。あ、まあ、オリンピックが中心になってね。でソフトボール の、 そのオリンピックって言えばソフトボールで、女子といえばソフトボール、なんかこう世界に誇れる競技じゃないですか、強いし。だから頑張ってほしいと思いますし、まあ、開幕戦ということでなんかフレッシュ感はありましたよね、はい、楽しみました。ありがとうございます。高木さんの方から見て、まあ、日本 の、 あの女子ソフトボールですね、はい、あのまあ、すごさ、まあ、世界レベルとかスピード感とか言われてたと思うんですけども、はい、まあ、そういった意味で、まあ、日本のソフトボールのすごさというところをちょっとお伺いしたいです。まあ、すごさはやっぱパワーに対して小技、まあ、日本の野球もそうなんですけど、やっぱ小技というのは世界が真似できない、そういう高い技術があるかなというふうに思ってますし、だそういう野球をもっともっと磨いてほしいなっていうふうに思いますよね。で、まあ、ちょっと第一試合とか見てたら、やっぱグラブトスであったりだとか、すごく高度ですよね。でスピード感もありますし、だすごく見ていてテンポ感もありますし、だすごく飽きさせないというね、まあ、そういうプレーが見れました。はい、ありがとうございます。はい、最後にですね、コロナ禍で迎える2020シーズン、はい、JSL 共闘宣言と題してソフトボールファミリーで、はい、共闘をお願いしますというふうに言ってるんですけど、はい、あのぜひあの高木さんの当館のです、ね、ソフトボールファミリーの方にあのエールの方をお願いしたいんです。いやもう本当に頑張っていただきたいですし、あのまあ、先ほども言いましたけど、世界の誇れるスポーツの一つだと思うんですよね、日本が。だからまあそれだけに、まあ、責任も重いでしょうし、まあ、ファンもねそういう期待もしてると思うので、まあ、オリンピックが来年あれば、だからもう応援もしますし、まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、はい、はい、出した。